どうもお久しぶりです。模型パドックの今井こと M です。ですね、今日ご紹介するのは東京マルイから発売されたライトプロ、M4CQB ですね。これが第一弾となります。かなりですね、敵もしっかりしてます。フルサイズになってますので、大人が持ってる1分の1のスケールと全く一緒ですから、かなり、しっかりとできてると思います。それでですね、この説明をしていきたいと思うんですけども、まずレールですね。このレールがちゃんとピカリティ規格になってますので、にじみレールになってます。今まで売っているですね、 QD のマウントをしっかりと、ガタつきもなく止めることができます。それとですね、キャリングハンドル、こちらですね、このダイヤルで取ることはちょっとできないんですが、代わりにですね、ここにノブがついてるんですけども、これを解除してもらうとキャリングハンドルの取り外しなどができます。こういうふうに動きますね。で、上のレールが 20mm なので、ドットサイトなども普通に取り付けることができます。これでロックがかかります。レール幅が 20mm なので、普通に市販されているドットサイトも簡単に取り付けが可能です。それとストックももちろんフルカードになってます。で、バッテリーを入れる場所ですが、ストックの中に入ります。炭酸電池5本ですね。こう今ちょっと引っ張り出しちゃいましたけど、これで、5本入れてもらって駆動することが可能です。で、コネクターになってますので、コネクターでつなぐという、そしてストックの中にコードをしっかり畳んであげてパツンと締めるんですが、よしと、そうですね、これでバッテリーの収納場所はこちらですね。ホップアップですけども、ホップアップはすぐこちらになります。ホップアップはですね、もともと購入した時にですね、 0.12 の BB なんで若干上がるぐらいのホップがかかってますね。今試写した感じ、軽く上に上がっていくぐらいなので、そのまんまでも、ホップアップは効いてますので、まんま使うことができると思います。はい、これがガイドスコーですね。で、いよいよですね、試写していきたいと思うんですが、マガジン、こちらですね。これが、340円のゼンマイ式マガジンですね。これももうフルスケールの電動ガンと何ら変わらず、ちゃんとゼンマイを巻いて弾を巻き上げるという、すごくよくできて、ものすごくもう大人と一緒の装備ですね。ライトプロシリーズはかなり出来がいいです。それでは実際に試写していきたいと思います。まずはですね、電動の、セミオートから打っていきたいと思います。わざとちょっとターゲットの下打ちます。続いてフロートですね。今電動のセミオートフロート両方打ちましたが、これのすごいところはですね、電池がなくてもコッキングで打てるという、チャージングハンドルを引いてもらいまして打つと、今これでエアコッキングモードですね。実際電池がなくてもこれだけで十分駆動することが可能です。という商品になります。で、十分性能としてはよく当たりますし、よく飛びます。大人が遊ぶにも十分よくできてると思います。もちろん小学生、中学生の方も買いやすいようになってる商品だと思いますが、ぜひぜひ皆さんも手に取ってですね、これでワンメイクのゲームなんかもしてみてください。それじゃあ今日の商品は、M4CQB、ライトプロシリーズ第1弾でした。ではまた。